2年前ぐらいに整形したんですよ。ほいほい。で、整形する前、めっちゃ似てるって言われてました。似てました。え、はい、その整形ってのはどこを整形されたの？え、もう全部。え、頭のてっぺんから手羽先まで。整形前はめっちゃ似てました。めっちゃ。え、だからどっちがどっちか分かんないぐらい似てますよ。マジで、はい、え、こんな顔やったの？そんな顔だったんですよ。マジで、はい、カッチカチでした。カチカチ当時僕、2年前までカッチカチでした。おいくらぐらいかかったの？100万っす。200万こうなるんですよ。え、マジで？めちゃめちゃそっくりでしたからね。え、でも今ちょっとずつ戻ってきてるんですよ。はい。だから2年後にはまたこうなるんですよ。はい、本当に、はい、はい。一周待って。はい、僕、ヤダさんなんか見ててすげえなって思うのが、カチカチが本当にカチカチに見えるんですよ。そう、本当にカチカチに見えるんですよ。あんなカチカチに人の部位を見せることって無理っすよ。いやいやいや、あれはまあ叫んでるから。え、今もカチカチなんですか？え、今も全然よ。今も全然、全然なんすか？今も全然なんすか？もう今もカチカチ。あ、よかったー。よかったー、カチカチ。え、どんくらいカチカチなんですか？見ろよ、この筋肉！カッチカチやぞ！カッチカチやぞ！ゾックゾックするやろ。すげえ！ゾクゾクするわ。マジでカチやったわ。基本これやっても、ほんとシーンなんで。目超えちゃってるんですよ、みんな。確かに。いやもうそこら辺の僕たらとタメとか見せると、うわーってなるんですよ。そうです。いや、昔なんか長野県かなんかの生放送に出させてもらった時に、はい、もうその生放送が終わり間際に、はい、そのアナウンサーの人から、じゃあ加藤さん、一発ギャグお願いしますってやって、言われて、はい、で、このカッチカチやぞってやったら、そのアナウンサーの人が、いやいや、筋肉のアピールじゃなく、ギャグの方をお願いしますって言ってきて、悔しいですって言ったら、いや、悔しい気持ちはわかるんですけど、ギャグの方をお願いしますって言って、そのまま番組が終わったっていう。やばっ、地獄のことがあったんで。地獄や。だから僕、この自分のギャグにちょっとなんか、トラウマがあるから。うわ、辛いっすね。地獄。あれじゃないですか、長野寒いからカチカチに声が。目が超えとって、もうカチカチはええってなってる。なるほど、なるほど。長野寒いから全部飛んじゃうから。いろんなカチカチ見すぎた。いろんなカチカチ見すぎた。カチカチのハードルが高いです。